はい、道具の説明をします。一番上からですね、メーカーがホルベインというメーカーで、フタロブルーイエローシェード、真ん中が、イミダゾロンイエロー、下が、キナクリドンマゼンダ、3原色を使って今回塗ります。で、とりあえず今、紙がですね、ウォーターホードの、ホワイト、中目ですね、中目を使います。まず水をですね、大きめの筆に、水をつけて、横引きに全体を濡らしていきます。濡れてないとこがないように、全体を、何度か、なぞるように塗っていきます。で、ここからも赤と、黄色と青で、お伝えしていきます。まずですね、上の方に赤を、入れて、水で溶いた状態の、赤を触ります。で、黄色ですね。黄色と赤を触ると、オレンジ系の色にずれていきます。で、上から赤、オレンジで黄色になるように、塗っていきます。で、水の量を若干動くぐらい、今ちょっと傾けてますけど、この時に動くぐらいの水の量を、入れます。なので、結構水の量をたくさん筆にも含ませるべきですね。で、一番下に青を入れて、上から赤、オレンジ、黄色、青のグラデーションになるようにしていきます。で、若干これも動かして、グラデーションをなじませていきます。絵の具が動かない場合は、霧吹きですね、スプレーとかある場合、スプレーを、ちょっと透明から何回か吹きかけていくと絵の具が動いていきます。で、これで綺麗なグラデーションができました。ここで一旦、乾かします。自然乾燥でいくか、急ぐときはドライヤーなども使います。で、一旦乾いた後ですね、黄色と、赤ですね、2色混ぜて、オレンジ系統を作ります。で、必ず水の状態がこれぐらいシャバシャバになる状態ですね。この部分を、絵の具触っていきます。原液を触って、塗らないように、必ず今水が若干盛り上がってますけど、これぐらいの状態でいきます。で、三角地点、上の三角塗って、途中で真横に持っていって、下の、画面のこの山描いてる下の方はなるべく真横平行になるような状態に、何度かですね、今真横に入れてます。真横に入れて、グラデーションがゆっくり下に落ちていくようにします。ちょっと今水が少なくはなってきてますね。実際もうちょっと動くぐらいの水の量がいいかと思います。で、このまま下の方に、伸ばしていって、で、ここで、水ですね。筆を洗ってあげる感じで、お水を筆に含ませて、下の際のところですね、際のところを入れて、下の方まで入れていきます。で、ここでまた一旦乾かします。で、ここからですね、レッドと、若干黄色も触ってるかもしれません。の薄い色、水で、溶いてあげて、極力薄い色、今水触って少し伸ばしました。この山の稜線の部分ですね、2段階に分けて描きます。で、1段階目は薄く描いて、2段階目に濃ゆく入れます。まず1段階目は薄い色で極力入れていくと。で、写真を観察しながらですね、稜線の部分、薄く、今赤い色で入れてます。で、たまに水触ったりとかして薄くしていきます。今絵の具足しましたね。絵の具、薄い絵の具を足して、で、右側に影が大きく落ちるようにするので、左手の方は多少隙間を残しつつ、右側は、面積多めに塗っていきます。で、またこの辺で、一旦ちょっと止めて、もう一度乾かします。で、一旦乾かしてですね、青と青を混ぜる、赤と青か、混ぜると、紫になります。さっき赤系で塗ったので、それの若干濃い色で塗るような感じにします。若干を混ぜて、紫系、赤系の紫ですね。
今、黄色混ぜて、若干まあ色を鈍くさせるようにしています。で、今、小筆で、ちっちゃい筆で、この水の量を多くいくのがポイントです。まあ、今、1、2、3、4工程目ですね。4工程目ですけど、この工程が一番難しくはありますね。水の量たくさん、今、小筆でいってますけど、なるべく水の量大量に、多めに動くぐらいですね。まあ、盛り上がるぐらいの、まあ、今ぐらいの水の量ですね。これぐらいでいくことです。で、この前の1段階目で描いた薄い赤色ですね。これを残しつつ、これを全部上から塗って消すのではなくて、一部を残した状態にして、今の濃い色を入れていきます。まあ、基本的には3原色あれば、まあ、いろんな色が作れます。まあ、今回はですね、青と黄色は混ぜないというか、まあ、青と黄色混ぜると、緑になってしまいます。で、今筆、大きな筆に切り替えて、絵の具の水分量もたくさんつけた状態で下を押さえていきます。で、ここもなるべく最終的には平行に持っていきます。横、今まっすぐ目に、今横に入れてますね。横に入れて、まあ、グラデーションが上からゆっくり落ちていくように、します。で、ここから、青系ですね。青系の色に切り替えていきます。まあ、赤系、赤紫から、まあ、青にスライドしていく感じですね。で、水の量はね、若干今多くはないです。もうちょっと多い方がいいです。で、今水ですね。水を入れて、で、まあ、若干水が足りなかったので、ここで霧吹きを若干かけます。少しだけかけてあげて、今赤色が若干動くようにですね。うん、だいぶ今グラデーションとしては馴染んできました。まあ、どうしても先に描いた1番目の方は乾きが先に来てしまいます。まあ、上の分が乾く前に終わらせます。ちょっと今水が少ないので、霧吹きを今ここでかけてると思います。霧吹きかけて、もうちょっとグラデーションが、馴染むように。で、今、水が入った状態なので、少し絵の具が動いてると思います。で、このまま安定させて、乾かす方向に持っていきます。で、まあ、この後ですね、まあ、乾かしてあげて、まあ、左の方にサイン入れて、これで完成となります。